位判定を変えるのは一定の差が必要だと思いますが、起き上がり時間の違いは何か調整意図があるのでしょうか。硬い代わりに起き上がりを遅くして厳しい起き攻めを受けてしまうなどでしょうか。なるほど。確かアンダーナイトって起き上がりのフレームって固定手が同じだったよね。その差をつけてないで、メルブラは背面と背面じゃないや、その仰向けとうつ伏せでちょっと違っていて、けど仰向けは大体みんなこのフレーム、うつ伏せはこのフレームみたいになっていたような気がするのね。あのタイプルーミナじゃなくて、その NBAACC リーズがくっそ遅い。あ、ごめん、揃ってなかった、すいませんでした。揃ってなかったね。基本的には確か、あんと、ある程度は確か基準を作ったはずなんだ。確かメルブラって。理由は起き上がり、理由はというか、その元々のメルブラって起き上がりの枚数がまあ全然違う。ドット絵のね。ドット絵の枚数が全然違ってて、同じフレームで起き上がることがそもそも不可能だったんですよね。最終的に NBACC で残ってたかどうか覚えてないけど、翡翠の仰向け起き上がり、違う、うつ伏せ起き上がりの時とかって、起き上がって相手の背面を振り向いて睨みつける、睨みつけるというか、振り向くみたいな一連の流れからの起き上がりだったんで、からのというか、すげえ時間がかかるんですよね。とかで、まあ、全然枚数とか、必要な時間とかは違っていて、まあ、そもそもそれで変わっていることはあったのね。で、ゲームによっては、まあ、ちょっと別の話になっちゃうんだけど、起き上がった後動けるようになるフレームっていうのが全然違かったりするのよ。ごめん、ちょっと違うか。なんだ。起き上がりの無敵が切れるフレームがどこにあるかって話だね。起き上がりに技を重ねるときに、アンダーナイトだと、まあ、どっこいしょって起き上がって、まあ、立ちに戻ったなぐらいのタイミングで大体みんな当てれる。で、メルブラのカレントコードとかも大体そんな感じ。で、なってるんだけど、ゲームによっては寝てる状態は無敵で、ピクっても動き始めた瞬間に無敵が切れるゲームもある。それはなんでそうなってるかは、まあ、真意はわからんけど、基本的にはそのキャラ差をなくすって意図があるんじゃないかなと思ったりはするのね。で、アンダーナイトはその辺のキャラ差をなくすために、揃えてあります。で、調整意図としてはどういうのがあるかっていうと、一つは、やり込み要素を増やすっていうのが一個ある。キャラごとに、例えば浮きが違うとか、起き上がる時間が違うとかになってくると、置き攻めを作った時に、このキャラにはできるけど、このキャラにはできない。もしくはその有利が取れる、有利が取れない。みたいな、差が生まれるイコール、調べなきゃいけないことが増えるイコール、その、ゲームとしては深みが増える。深みが増えるって日本語はちょっとおかしいけど、その、調べなきゃいけないことが増えるじゃない？何々っていうキャラにはこれが入るけど、入るっていうかその、置き攻めとして有効だけど、このキャラにはこの飛び込みは詐欺飛びになってませんとかね。まあなんかいろいろフレームの細かい違いで生まれてきたりするのね。で、それがいい悪いとかじゃなくて、まあ単純にその要素として増える、単純に調べることが増える、やることが増えるっていうのは、一人用のゲームとして見たときは、まあ結構研究の余地が多いってことなんで、まあ楽しいっちゃ楽しい。まあそれを楽しくないって思う人ももちろんいるし、結構程度にはよるんだよね。ここが面白いって思うぐらい、その全体的にそういう傾向のゲームであればそれでいいし、その起き上がりの、その下げれる下げれないみたいな、例えばね、っていうのが本当にめちゃくちゃ重要なゲームで、そのキャラも本当それができないと話にならんみたいな、例えばキャラだったとして、特定のキャラには下げ飛びが一切ないレシピとして、とかになった時に、もうキャラのコンセプトが破綻してしまうみたいなことってあるのよ。あるのよというか、あり得るのね。このキャラは、このコンボをやって、この後の置き攻めで、飛び込むと、詐欺飛びになって、強いっていう風に、まあ、例えば調整しているとして、
それが入らないってかできないとかになってくると、え、このキャラに対して振りすぎないとかになるじゃんとかになってきたりして、なかなかあのコンセプトが破壊されてしまって、どっちかというとプレイヤー的にはやり込みがいがあるっていうよりはただただストレスになるっていう可能性があったりするのね。でプラスその全キャラそんな感じで、あの詐欺飛びのレシピを考えれるように作っていこうって思うと、結構そのなんだろうな、いろんな技の方でそれに引っ張られて調整しなくちゃいけなくて、まあ割と作るのが大変になるっていうのもあって、で最近はそのキャラのコンセプトとか、あの専用システムとかすごい増えたじゃない、ゲームとして。その近代格闘ゲームってさ、専用ゲージがあったり専用システムがあったりいろいろあるじゃないですか。っていうのでもうそこで十分ゲームの楽しさは担保されているのに、その上でさらにキャラ差がいっぱいあるってなると、もうなんか許容オーバーしてしまう、面白さを享受できる、あの受け楽しめる前にもうなんかできたりできなかったりして、ようわからんってなっちゃう人もいるかなみたいな、多分そういう傾向があって揃えてきてるんじゃないかなって思ったりはする。まあとりあえず質問の話にあるその起き上がり時間の違いの差っていうのは、起き上がり時間が違ければその違う人用にその別の置き攻めのルートというかを調べなきゃいけないっていうのがあって、それがやり込み要素だし、その格ゲーに限らずゲームってさ、やっぱ知識を持ってると楽しいじゃないですか。ゲームっていうのはお前は知らないけど俺は知ってるんだよなっていうので越に浸れるっていうのは、まあどのジャンルでもあると思うんだけど、まあ、そういう要素でもあるから、まああってもいいのかなと思ったりはする。でキャラの強さ弱さをその起き上がりの時間でうんちゃらするっていうのは、最近のゲームだと結構難しくなってきてるんじゃないかなって思ったりはするの。あのできはするんだけど、すごく難しいと俺は思うかな。なんだ、難しいっていうかできなくはないんだけど、そのうち自分の首を絞めると思うんで、あんまりやんねえ方が俺はいいんじゃねえかなと思って考えたりしますね。はい。なんか調整とかでさ、あの技の性能を変えようと思ったら、しまったな、こいつの起き上がりのフレームがこれだから、この後詐欺飛びができなくなっちゃうから、これいじれねえんだよな、みたいな感じで、その、調整できなくなっちゃうんだよね。あんまりガチガチにこう、フレームで作ってしまうと。要するに遊びがないというか、もうこれはこういう風に遊んでくれよって最初に決めちゃって、そっから一切1フレームも変えれないってなると、なんかね、意外といじれなくなって、まあ将来的には困る。それぐらいだったら、もう全キャラ揃えちゃった方が、その、変な見落としとかも起こりにくいし、いいんじゃないみたいな、そういう考えが、自分はあったりしますね。はい。こんな感じで大丈夫ですかね。質問の回答になってるかな。あ、リーズと岸間が平均から7フレ遅い。ああ、岸間ね。そう、遅いんだよ、あいつ、そういえば。で、うつ伏せは早い。確かに。そうそうそう。まあ、とりあえず、これで回答にはなってるかな。起き上がり時間は統一する一方で、ジャンプ以降は近代でも未だに差があるイメージ。ジャンプ以降の差っていうのは、結構そのプレイフィールの差ではあるんですよ。要するに、どっちかっていうと、例えばジャンプ以降が3の人と5の人がいて、3だと抜けれるけど、5だと抜けれないとか連携って、まあ当然あるとは思うんだけど、どっちかっていうと、その差、が、その目立ちにくいんだよな。目立ちにくいというか、確かに危ないんだけど、確かにその5フレのやつだけ抜けれない、ジャンプで抜けれない連携とかあるとは思うんだけど、最近のゲームってさ、そのいろいろあるじゃん。あのジャンプだけじゃなくてシールドとか避けとかさ、わかんないけど、まあ、いろんな防御システムがあるんで、ジャンプで避けれなくてもなんとかなることが多いじゃないですか。なんで、その、やられてる側のストレスは、ある程度緩和できるように作られている。で、じゃあなんでジャンプの移行の差をつけるかっつうと、単純にその、プレイフィールとして重たいキャラ、軽いキャラ、スピード感のあるキャラ、みたいな差をつけるときに、やっぱりね、あった方が、明らかに違う感じがする。で、違う感じがするとどうなるかっつうと、キャラ替えがしにくくなったり、その、使い手による精度の差っていうのが生まれやすいとは思う。その、
まあ、直近だと、まあ、ちょっと格ゲーっていうと微妙なんだけど、まあ、スマブラで、スマブラって確か SP になって全キャラジャンプ以降が3フレームで統一されたのね。なんだけど、この間追加されたカズヤってキャラクタージャンプ以降7フレームだったかな。全キャラ3で統一された中、ジャンプ以降7フレームのキャラが追加されたんですね。おかしくない?ってなったんだけど、すごいプレイフィールが違うのよ、結果的に。そのカズヤをやった後に他キャラを使うと世界が変わったみたいな感じになるのね。めちゃくちゃ早い。で、あ、なんだろうな、カズヤだけその飛べない連携とかが山のようにあるんだけど、やばね、まあ、それ以上に操作感が全然違う。まあ、4フレームも違うとさすがにね、全部違うゲームになるって感じなんだけど、まあ、格ゲーでもさすがに4はつかないかな、最近ね。だいたい3から6ぐらいですかね。多くて3フレームぐらいじゃないかな、格ゲーって。スマブラのね、4はね、相当やばい。そう、スマブラの土俵で戦うつもりはないという強い意志なのね。で、あいつはジャンプ以降がクソほど弱い代わりに、全身無敵技とか、地上で出せるすごい破格の性能の技をいくつか持ってたりして、もう、ガチガチにもうそういうコンセプトにしたんだと思う。要するに、ジャンプが弱い、空中が弱くて、でも、リトルマックみたいに本当に空中が弱いキャラはもうすでに作ったから、じゃあどこで差をつけるかっつうと、まあ、一応飛べはすると。羽も生えて飛べるんだけど、遅い。し、動きが単調。その代わり地上はもう全身無敵技とか、ガードさして有利の技とか、ちょっとわけわからん。当たると死ぬ技とか、いっぱい持ってるみたいな、そういう、尖った調整をしたって感じだね。だけど、その代わり、カズヤって今後調整すごい難しいんじゃないかなと思う。その、あんだけ差がついてしまうと、だからその DLC の後半で出すのは、だからいいと思うんだよね。序盤に出すとなかなか調整しづらくて難しいんじゃないって俺は思ったりはします。はい。まあ、ちょっと話逸れちゃったんですけど、まあ、そんな感じで、いろんな調整意図はあると思うし、なんだ、最近のゲームの作りの仕様上、こっちにした方がいいんじゃないとか、結構そういうのもあったりするんじゃないかなと思ってます。ご質問いただきありがとうございます。